ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所、ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなちんけなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃあ神室町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、分かった、ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。あれ、ばあさんは。え、ああ前の店長のことかい。あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの。そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものプレーや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけや。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ、我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入り会な。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うたやろが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会、何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろえ、登場会の虫けらが。やってもらう、やってやるぜ。よし、行こう。
ぶっ潰したってのはマジなのか、答えろ。せや兄貴、こいつ登場会の残党や。いてまえ。なんやて、まだんかい。こら、ありがとうよ。あばよ。待って。なあ。
おう。ああ。お。なった気がするぜ。てめえの面忘れんからな。取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。あてめえなんてことしてくれるんだ。くれよせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りで話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやすさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやすさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろう。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったら何だって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって東条会を裏切るなんて。
あのな、一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。ボロボロか。笑えるぜ。これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立？すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みたいなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。春日、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、
カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで東条会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは？おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ええ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高えんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ、どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっと、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで打ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。あれ？足立さんどこだ？ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？
オフィスに戻れだって？ Oh my god、 何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい？僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。はよ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか？ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな？相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ？おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか？なーに、お安いのよさ。おー、こら、見つけたで。もう逃がさんぞ、こら。大見連合、くそ、こんな時に。あれ、日光型、どない落とし前つける気？ Who are you？ どちらさん？じゃあ踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ、どない落とし前つける気や？おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。こな子はどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい？倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった？あ、ちょ、待ってください。こいつ、赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ？ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか？危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい？ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ぐちゃぐちゃ抜かしよって、いてまうとこら。秒で終わらせたら手加減しねえぜ。俺の番だな。寝てんのか？やってみんかい。見せてやるよ。おりゃ。痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ？あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ、そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。
そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリ、あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック・尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ？もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ、俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ハッハ、ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい。それはまた。随分とバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい春日、なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメル友だよ、足立さん。ああ、そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たく、お前の方はどうなんだ。これから近江の買い物に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。おう、マジか。
なあ、本当にこんなところから行けるのかよ。ああ、あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。おお、なんかくれよ。仲間ガチ悪ぞ、これ。やられたもんだ。よし、行くぞ。強くなった気がするぜ。まだ成長できるとはな。そこから出てきやがって。おい、侵入者だ、捕まえろ。ただじゃ済まさねえ。ビビってんのか。よし、行くぞ。ほら、どうした。取っておきだ。俺の番か。なめんで。行くぞ。俺の番だな。ほら、なめんな。どうするかね。これだ、これだ。よし、行くぞ。見せてやるよ。
おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。ち、屋上に出て様子を見るぞ。な、何も言えお前。出ると思ってんのか。俺の番だな。ほら来いよ、雑魚が。こっち見ろよ。どうした。とっておきだ。行くぜ。おい、ほら、やってみろ。どうするかね。やってやろう。おら、ほら、よし、行くぞ。大勝利したか。まだ成長できると。おう、階段降りりゃ幹部会の会長だ。何者だ。すぐ倒れんじゃねえぞ。ビビってんのか。俺の番だな。行くぞ。おら、やるのか。よそ見すんなよ。見せてやるよ。行くぜ。よし、行くぞ。
城の頭。ああ、久しぶりだな、一。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭！白黒つけようぜ。ほら、上がってこいよ。俺の番だな。おう、どうした？見せてやるよ！行くぜ！女の後で死ね。なめんなよ。おいおい、その程度かよ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番だな。おら、よし、行くぞ。俺の番だ。よし、行くぞ。行くぞ。頭の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。俺の番だな。うん、覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たか。
やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやすさん、すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。